ミロズ駅は、和歌山県西室郡須佐見町ミローツにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅。東駅と須佐見駅の間はおよそ10キロメートルもある。ため、間には、双子山信号場が設けられている。1938年10月、国鉄規制再線の須佐見駅から、工住駅までの開通に伴って開業。その後、あたり駅は1959年。 今の帰制本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が帰制本線となったのを受け国鉄帰制本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化を経て現在に至っている。2017年11月撮影しまホーム一面二線を有する行き違い可能な地上駅。駅舎は線路西側ホームから構内踏切を介して線路を平面横断して、 スロープを降りたところにあり、国道と線路に挟まれた狭い場所であるためつまめに、出入り口がある構造となっている。駅舎は木造である。トイレは駅舎横に設置されている。新宮駅管理の無人駅であり、自動券売機の設置もない。乗車駅証明書発行機はあるが壊れている。出殺窓口も木の板で塞がれている。 2021年3月13日より効果が利用可能になる。かつて1997年には駅舎内にミニ水族館が設置されていた。2018年9月よりすさみ町観光協会が JR 西日本により駅舎を借り受け観光案内所並びにカフェをオープンした。国道42号沿いにあり海も近い。付近の海岸は 枯れ木灘と呼ばれる。近年の1日平均乗車辞任は、以下の通り。ABCD ソネサトル、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR25 号規制本線、三宮線、名称線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年1月10日、19から21ページ。 日本国有鉄道工事 s 六十点三十二1百八十一二千二十一年春ダイヤ改正について西日本旅客鉄道和歌山支社オリジナルの二千二十年十二月十八日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20201218081506スラッシュ https www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュアイテムズスラッシュ20121800和歌山 PDF2020 年12月22日閲覧日本一お金がない水族館が奮闘和歌山閉鎖危機乗り越え 新種のエビカニで集客。日本経済新聞有観2018年4月27日。ミロズ駅に、カフェ、須佐ミ町観光協会。2018年9月28日閲覧。和歌山県統計年間及び、和歌山県公共交通機関投資領収。ありがとうございます。